アッサラムアレイコン。これは私たちイスラム教の世界的な挨拶言葉です。皆さんこんにちは。この言葉、今アッサラムアレイコンと、この言葉私たちのウイグルで禁止されております。この世界的に登用しているアッサラムアレイコン、この挨拶の言葉が今ウイグルで禁止されていること、私たちの今回の話を見てもどのぐらいひどいさはすぐ分かる。人と人の挨拶の言葉を今中国語みたいにしないといけない。例えばウイグル人がヤクシムスズ、ヤクシムスズはニーハオ、中国語ニーハオと言います。皆さん大体知ってると思います。その言葉そのまま翻訳してヤクシムスズ、それ使いなさいと。アスラムアレイコムとか、この言葉アラブ語みたいになってる言葉を使ったら強制されると、この時代は今私たちウイグルの身で行っております。もう一つ、私ハリマとローズが日本に来ることが、ここにいる北海道の方での方のおかげで私日本に来ました。私の先生細川先生が私の保証人になってくれて、私は16年前に日本に来ました。それでここにいる皆さん、大切な時間を作ってここに来てくれて本当にありがとうございます。今日よろしくお願いします。私たちウイグル人は、私とかここに何人ぐらいウイグル人もいるけども、私たちは全部今中国行ってる中華民族とこだわってる別の文化、宗教、それから習慣、いろいろ言葉、自分の文字持ってる民族なんですね。私たちが結構長い歴史からずっと自分の文化とかいろいろ守ってきて、自分の特徴の、例えばこのシルクロードといったらみんなわかるけど、シルクの発展地とか、今のあの一帯一路の通ってる道とか、こういう場所を全部私たちのその文化、性格の習慣とかそこで作っておりますけども、私中国はいろいろこの私たちのこの言葉を全部抹殺したい、私たち殺したいと70年ぐらい私たちのいろいろ教育洗脳してきてますけども、私たちまだもう最近まで今もこういう自分の文化とか全部守ってきてる民族ですね。中国がこの話、ここだけ少し言いたいけれども、中国は今まで私たちの300万人の人強制されてるということが、私たちに洗脳してこういう丸ごと全部なくしたいと、それしか考えない時代に来てたんです。子どもたちはウイグル語分かんない、中国語の教育を加算する、自分たちはウイグル語を使ったら捕まる、ウイグルの習慣とか残したら捕まる、建物がウイグル風になっている建物は全部壊させる、例えば何千万何千万かかった作った建物を今見たら壊させてます。だから中国の今やってることは、私たちのこの文化丸ごと証明してるなと思ってます。それで私たち のウイグルと言ったらみんな知ってるかもしれないけど、東トルスタンとしたら あまり知らないけども、私たち の1949年前に2回ぐらい私たち東トルスタンと独立国がなった。それを面積としたら165万で日本の 4.5 倍ぐらいになっております。これが中央アジアの真ん中ぐらいに行って、周りにカザフスタン、ウズベキスタン、モンゴリア、こっちにインドとかパキスタンとかみんなと接続している、9カ国と接続している国境があります。それと私たちのウイグルに行っている方もいるかもしれないけれども、私たちのウイグルの地理はこういう感じです。アルタイ山脈、真ん中に天山山脈、それから下の方に君臨山脈と、間に2つ盆地があります。
中華文字とタクラマカン文字、それからこの世界の2番目ぐらいのタクラマカ砂漠が海軍になります。こういう地理的な場所があります。それと私たちでね、今まで確認しているものが天然ガスとか石油とかたくさんのものがあります。私たちが自分で小さいことから時も聞いたけど、今ももっと分かってる。このアルタイ山脈の場所に小さい山があって、丸ごと山が金山なんです。70年金を掘ってるんですけど、まだ出てるとお話があります。金、それで例えば東トルクスタンが独立国になった場合に、人口と今の面積と計算すれば世界的に2番目ぐらいの天然ガスとか石油を持ってる。多分こういうものが出てるから、中国はいくらあの世界的な反発が来ても手放さないかなと思ってます。それで私たちの、私は歴史家じゃないので、あんまり歴史はそこまで詳しくないですけども、だいたい私たちが分かっている歴史で、1759年から満州が私たちに一回侵略したんです。その後すぐウイグル人が立ち上がって、ヤルコンベクと方がもう一回私たちの独立を取り戻したの。またその後もう一回満州が入ってきたの。この時にこのさっき私言われた1884年さっきも言ったけども1500、この新しいと文字ねと、この天山のこの山、この形を基準にした新、これを見たら山、田んぼ、山、田んぼ、山、こういう新しい文字を作って新京都の名前に、1884年その名前が私たちの今の新京大口地区の新京になりました。これが私たちが今歴史家たちが研究している結果で、その後私たち の祖先たちが1933年11月12日また1944年2回東トルクスタンを取り戻したんですけども、あの時ちょうどソ連、今のソ連が結構強くて、あのウイグルが一旦独立しちゃったら、このその時のカザクスタン、ウズベキスタンとか、ああいうソ連の入っている国が独立されちゃう可能性が高いと。もう一つそのままウイグルを抑えておけば多分これからいろいろ場所でいいかもしれないと言って、1949年ヤルタ密約で私たちにそのままもう独立できてるソ連のいろいろ多数代とかいろいろで独立できている国をそのまま中国に手を渡してました。そのから私たちの悪魔の日が、ウイグル人の苦しみが始めました。これが私たちの歴史からなって、その後49年私たち1955年に中国は私たちの名前を新疆ウイグル自治区と正式に発表しました。それの前は東トルクスタンと、そういう名前。その中国が今まで私たちにやってきている政策は、私たちのその49年、私たちの東トルクスタンを彼たちが受け取ってから、そのまま最初やったことは、東トルクスタンの軍、あの時は4万人ぐらいの軍隊があったの、ウイグルの。その軍をそのまま解散しちゃったんです。これが第一歩です。私たちのウイグルを守る軍はなかったんです。だからこれから私たちの中国は、その後は、その後漢族、中国の今 97% 漢族と民族があるんですけども、その人々は大量に私たちにウイグルに入れるようになりました。1949年の時、ウイグルの漢族のパーセント 5% しかない、 6% しかないけども、2020年の今の時は 51%、 この最近聞いたらまだ
54% まで上げてると。そのぐらい人口は私たちの東トルクスタンに入れました。それからここでこの話多分日本人あんまり知らないと思います。私たちに支配した時49年に中国は大量 の、 あの共産党の軍と入ったんですね。あの時まだまだ軍だったの彼たちは。けども1954年に来たら彼たちが私たちのウイグルでやってる一つ試験的なものがありました。軍を2つに分かれました。一つは銃を持ってる軍、もう一つはそこで生産しながらその場所を守る軍と。それは兵団と言いますけど生産兵団と。それの始めた時に1954年1回目の試験としてこれ立ち上がったけれども、それが今2020年来た時に14まで上がりました。そこにいる人口だけで中国人だけで325万超えてます。この地図見たら分かります。ここに地図があるんですけれども、皆さんここ私たちの東トルクスタンウイグルの地図なんですけれども、例えばここカシカル、コタン、アクス、ウルムチ、トルファン、こういう場所なんですね。けれどもこれはもともとウイグルの名前を付けてる町なんですけれども、中国がそれを周りに軍が持ってる、中国が持ってる、こういう場所を全部こういう四角になってる第1とか第2とかいる場所で立ち上がって、今ウイグルの丸ごとこれが全部に確保しております。彼たちの取ってる場所は一番あの水がいい、土地がいい、湿さがいい、そういう場所全部彼たちは受け取って、ここに全然ウイグル人が入ってくれない新しい町を作っております。これが私たちの多分日本人の日本でもあんまり報道しない話なんですけども、彼たちはそのまま私たちの管理するために全部隠している中国の兵団を作っております。それからそれの次、あのウイグルで多分この高田純先生が北海道 の、 あの大学の先生かな、その方が書いてるあの本でウイグルで46回にわたって核実験を行いました。今のクリシュナの何十倍 の、 あの大きさになりますと。46回も私の東トルクスタンでウイグルで核実験をやってきました。この70年の間で、その後彼たちの一番やってるもう一つことあります。このバイリンガールと二つの言葉と、私たち75の中国 の、 あの核体系民、日本語で打撃民と言いますけど、大きな革命と、それが中国で行って、それが73年ぐらいに終わって、それの後もう一回ウイグルの管理を高くすると話になった。一番やってることはまずそこのいる民族の言葉を奪う。70年から私たちも小さい時なの、私もあの時4歳5歳なんですけども、多分その後から小学校に行ったら私も3年生から中国語を勉強するようになりました。そうやってウイグル語と中国語で2つことを勉強すればいいと。それからどんどん中国語できれば仕事見つかりますよと、その人たち仕事に入れて、勉強してない人たちに仕事をなくさせる。どんどんそれの後に来たらウイグル語はそのまま丸々なくして、中国語しか教えない学校全部今それになっております。今これからも出ますけど、たくさんの方々がウイグル語で話した、ウイグル語を勉強したと理由で強制収容所に入れる。今私たち自分で、例えばあの4年5年前まで自分の妹たちとかお姉さんたちの子供と話したときにウイグル語で話したら通じないです。必ず中国語で話さないといけない。この時期が彼たちの
この77年からやってきているこの政策で私たちの言葉、文化を奪っているんです。それからさっきも言った中国の一番この70年ぐらいやってること、最終的にあの73年前はウイグルで出てる石油とか入れるものウイグルのために使うんですね、あの時は。けども75年超えたから中国の一番やってることの一つとして出てる石油、金属、天然ガス、ウランみたいな、このアトム核実験やるもの全部そのまま中国に、私たちの西と言います、中国で西のものは東に輸出する、そういう政策組んだんです。組んで私たちの今ウイグルで、多分ウイグルに行ってる方分かるかもしれない、ウイグルで石油出るけどガソリン出るんですけども、ガソリンは上海から2倍なんです。問題はガソリンとかそのまままず上海に輸入して、それから再び私たちのウイグルで売るんです。こういう政策組んで、それでこのこういう大手の会社やってるので、ガソリンとか石油全部、ああいう大手の会社にウイグル人のか仕事が入る込まない、大体全部中国人、韓族人が入ってくる。だからこういう会社を、自分から出てるものを自分で使わさせないで、そこにいる元民族ウイグルとかそこにいる人たちは貧乏させる、仕事がなくさせる、この政策をずっと組んできました。多分それでたくさんの人がウイグル人なんで反対しないのとかいろいろ言われると思います。私たちはずっといろいろ方法で、例えばなんでその仕事を打つの、例えば私卒業した時に仕事したいけども仕事が見つからない、たくさんの人が、学生がデモをやったんです。あのイリー・ホルジャット北の方でデモをやったら、彼たちは全部すごい暴力力で軍で抑えちゃったんです。彼たちウイグル人のいくら人反発も、この間2009年7月5日のウルミチでも学生たちがデモをやったら、それも力で抑えてます。彼たちのやってることは、だいたい世界が分からないようにメディアとか入れないで、そのまま虐殺を行います。何千人何万人は捕まる、それは世界のいくら歌ってもあのメディアが入ってないから誰も知らない、ウイグル人は襲いっていると、この話をずっと言ってきてます。けども問題はここから2014年から一旦変わった。例えば私たちの仲間家族たちが通常の日本人と同じ飲み会に行くとか仕事に行ってる人たちが急に帰る道とか職場でそのまま頭にこういう袋をこうかぶさせて拘束させて、そのまま使っちゃってます。だからこの日から私たちたくさんの人が、あら、なんで私のあの旦那が戻ってこない、なんで私の子供がまだ仕事終わって戻ってこないと調べを始めたんです。調べたら見つからない、どこに行ったかと、後で確認して見つかったら、じゃあなんか場所で学習なんか教授なんか学校みたいに入れてるとか、その話調べて、これは記者とか外国の方に言い始めたら、その調べてる人までもう一回捕まってます。自分の家族を調べてどこに行ったと、その見つからなくていろいろ調べてる途中に、その人までなんであなた自分の家族調べるのと捕まる始めて、この日から私たちが言われてる強制使用状が出てきました。多分皆さんネットとかでテレビでこういういわゆる刑務所みたいな建物、この鉄の網とか監視カメラがついてる、こういう建物の中で監視してる警察たちとかの写真を写ってる、こういう動画写真たくさん見てると思います。もう一つこの写真も多分たくさんの有名なメディアで出てる写真が出てます。同じ場所で何千人何万人が同じ場所に入り込んでいろいろ
坊主にしてままでとかいろいろやって刑務所みたいに捕まったと。これが私たち今日多めに話したいことの強制収容所の話。その強制収容所の話で私たち2018年までここにも何人記者いるけど、私たち彼たちの前に行って私たちの家族捕まってるよと。なんか助けてくれないかと、もうちょっと記事にしてくれないかと、いろいろ記者頼んだです。自分の例えば私の妻のおばちゃん弟まで捕まったんです。全部その話私たち知ったら誰も信用知らなかった。いやそれはあなたたち嘘言ってるよと、何百万単位の人捕まるわけがないよと、記者は記事にしてくれなかったんです。問題は私たち自分の家族の写真まで見せたんです。この方その時期があって、後でこういう強制収容所から出てきてる人が2019年からだいたい出る始めて、特にあの外国のパスポート持ってる、例えばこの方ウマル・バカリさんという方なんですけども、これはカザフスタンのパスポート持ってた方なんです。カザフスタンの外務省の方が中に入ってこの方を助けてあげたんですけども、彼がカザフスタンに戻ったらすぐ捕まる可能性あるから、そのままトルコに亡命して、その時から彼がその強制収容所の中のひどいさを見てたから、これは証言しなければならないと言って日本に来たの。この方が日本の NHK とか朝日テレビとかで出て、朝日新聞で証言したんです。その時彼が言ってるのは、強制収容所は一つ部屋にだいたい日本で言ったら何坪、5坪とか7坪ぐらいの場所に2、30人を取り込んで、朝から晩までこんなの座させて、拷問、虐待、性の教育させてるよと。もう一つその時出てきてる声を動画があるんですね、こっち。この動画もちょうどその時少し流れてきてる、この手に全部手錠がかけてて、こういうのがあって、この人に見せたんですね。これはどういう場所と言ったら、これはほぼ私たちが言ってるこの強制収容所と。毎日あのお昼とか夜ご飯食べる前に中国たたえるこういう歌を歌わさせる。あの中国 の、 あの共産党ないと新しい世界はないと、そういう歌を歌う。それでこれの最後に復讐と話が出るんですよ。もう一回作り直せとダメと。その中国を讃える歌をしっかり歌わないと、一人が間違えたら全員にご飯食べさせないと、何回もやり直してやってると、こういう証言者が出てきました。それから少し記事になるようになってます。その後にたくさんの強制収容所で強制されてる女性たちが日本で、例えばオンラインで証言したんですけども、この子が三原、今アメリカにいるんですけど、自分の3人子供、まだ小さいの子供連れて帰ったら強制収容所に2回入れちゃって、一人子供はその強制収容所に入れてる間に亡くなったと。こういう動画とか全部証言しました。もう一つすごくびっくりのニュースなんですけども、2021年の2月の3日、このトルスナイさんという方なんです。この方が BBC ニュースとか CNN ニュースで証言した言葉があります。これは私たち聞いた瞬間男として我慢できなかった。問題は彼女に言ってることは、強制収容所にいる女性たちは集団的にその警察とかバスに乗せてどこで集団的に性暴行をレイプさせてるよと。
彼女顔を出してそのまま証言してる。私それをやりさせたよと。その瞬間で彼女はもう後がない。なんであなたこんな証言すると私たち何回も聞いたの。彼女にトルスナイさんと語る。彼女の言ってることを私一人だけじゃない、何万人がそっちで性暴行とかレイプを行ってるから、その人たちを救えなければならない、この現実は言わないといけないと、それのために証言したと BBC ニュースで証言して世界はびっくりです。あの時ここにいる男たち、私たちは何週間何週間涙が止まらない。自分の妹たち、自分の女性を守る男になっちゃったかと、こういう苦しみさがずっと続いています。ここにもう一つすごい日本で結構大きなメディアで一人女性、ここにないですけども、証言者を少しインタビューしたいと言って、私に通訳してくれないかと、いろいろ通訳して、その間に一つ質問が出ました。そのメディアの記者から、あなた強制収容所の中でどういう瞬間一生忘れないというか怖いと、それ言ってくれないかと言った時に、あの女性涙しながら10分くらい何にも答えしない。10分後に言ってることは、私は一番怖いのは暗くなると。なんでと言ったら、私たち毎週か週に 2,3 回ぐらい黒い袋をかぶさせて手をすれてドアを出るんですと。ドアを出た瞬間、右曲がるか左曲がるかと、この瞬間一番怖いと。左曲がったら階段があってすぐ暴行やってると、いろいろ質問すると、右曲がったら5分ぐらい終わらないスローがあって、そこ行ったら女性たちの泣いてるとか性暴行慣れてる声が出るのと、その反その自分が判断できない力、生けさせるとき一番怖いと言われています。私たちの苦しくなっている人たちの証言聞いた瞬間、男たちとなんで私たちこれ守らないと。だからできれば皆さん、ウイグルの身で行っているこの苦しみ、いろいろ話を教科書を取って見てほしい。こういう悲劇のことを他の世界の人たちの身で起こさせたくない。これだけ私最初言ってあげたいと。もう一つ、こういういろいろ証言者たちのものが私たちの日本ウイグル協会のホームページで日本語の文字付きで置いてあります。できれば皆さん時間あればもうちょっと見てくれればと。強制収容所で一番彼たちが言っていることは、まずは自分を否定させる。ウイグル人と生きているが間違っていると。そのを繰り返し繰り返し何回も何回もやる。暴行させる。国語で母国語で話すは禁止させる。拷問虐待。それで中国のさっきも見せたあの動画みたいな、習近平を称える歌とかを歌わせる。こういう繰り返す返す返す、それから分からない薬を飲まさせる。その薬を飲みさせたら自分も生きてるかどうか分からないような、うつ病みたいになっちゃいますと。そういうものをやってるとみんな同じ証言してます。それからこれは1年前に
CNN ニュースで中国の警察になっていた方が証言している文章です、見てください。 CNN で証言していた中国の警察の方が、彼が言ってるは14歳までの子供たちを入れ、ノルマがあります、捕まると言ったらいくらでも、村長の話でその村の方をそのまま捕まると義務させてますと。これは中国人が自分で警察になっていた中国人が今ヨーロッパに亡命してるんですけども、彼が言ってることです。それからたくさんの研究者たちが、このドイツの研究者なんですけども、彼が言ってるは今ウイグルで1000箇所以上の場所で強制収容所がありますよと。一つ同じ町とか市で3、4箇所がありますよと。一番大きいのウルミチの、多分ウルミチに行ってる方は分かるけども、ウルミチとトルファの間のダバンチュンと場所があるんですね。ダバンチュンと結構スイカが惜しい場所なんですけど、その場所に一箇所だけに13万人が収容してると。一箇所だけに13万。それから最近いろいろ中国自分で技かどうか分かんないけど、いろいろ文章が出てきてるんですね。文章の中でとか、いろいろ文章とか全部鳴らして、フランス出身とかで出てきてるんですけども、一つが400ページぐらいの文章が出て、その中の一つだけで、一つ捕まるために AI パソコンで確認するの。例えば私がカードを使った、カードで何々買った、これは多分被害総理のためにとか、それか何か宗教的にナマズやるか、それか例えばウイグル語を勉強するかとか、そういう判断で人の罪を捕まって、 AI で捕まってる人が1週間で1万6000人までと。こういう罪、人間として考えられない。例えばもう一つ、ここにいる親友、ここ外国に親族がいると。さっき私自分の妻の3人家族が捕まったと証言したんですよ。一時彼たちの罪は全部外国、日本に来た罪があるんです。罪、日本しか他の場所に私たちの親戚がいない。日本だけに私と妻とあともう一人おじいさんがいます。それのために日本に彼たち観光で来てた。1ヶ月しか耐えられなかった帰ったんですけども、その1ヶ月のために 1年2ヶ月ぐらい拘束されたと。こういう人間として考える、パスポート申請したら強制収容所に入れる、外国の訪問したら経験ある、もう一つ人として多分この人危ないなと思ったら、その人そのまま強制収容、信用できないと。これは全部文章的に中国の公開してる、私たちが出してる文字じゃなくて、中国の自分で強制収容所を作るためにその時にマニュアルの中から出てる文章なんです、これが。それからもう一つ、この間5月の23日、朝日新聞かな、朝日新聞連続3回、あとはNHK でも公開したんですけども、新興ファイルと公安ファイルと警察のファイルが出てきました。これは外国のメディアも全部公開したんですけども、この文章の中で、2万人の情報、3000人以上の顔写真、それから30万ぐらいのいろいろ文章とかなんか返ってきたんです。その公開した。その中見たら、14歳の子供たちがいました。自分の子供が12歳、今、小学6、14歳だったら中学2年生の子どもたち、70歳超えてるおばあちゃんたちの74とか、目見たらもうウイグルで日本と少し違う場所があります。だいたい60歳になったらみんな退職にして
そのまま働けないみんな。まあそのまま退職金少しもらって最後まで幸せに生活するか、そのまま死ぬ街と感じなんですけれども、だいたいウイグルで例えば自分のお父さんが67歳で亡くなったんですね。経歴見ても70歳前後かなと思ってたら74とか73歳のおじさんたちが何年も言いました。あと何年しかない、彼たちが肩も強制使用者に入れて、そのおばちゃんたちのすっごいかわいそうなあの様子、写真で写ってる様子出てきました。この墨見てください。両親が使用されたため、子供も一緒に使用されなければならない。これどこの法律がありますか。14歳のまだ中学2年生、自分の何やってるも全然知らない子供たちが捕まる。罪があって捕まればいくらでもいい。私もまあ法律を守るから法律守った上でやってはいいけど、人間として考えられない。復讐の携帯を持っていった、その携帯を持っているのが罪だったの。これは全部出てきてるデータなんですよ。例えば今もう一つ、こういう安心できない人があると。これは80年と90歳年代の間で生まれている子どもたちが、ちょうどあの文化大革命が終わってウイグル語が一回もう一回戻れるようになって、ウイグル の, あの学者たちとかあの何いろいろ作家とかがいろいろ本書いて、その本を読める子どもたちができたんですね。少し彼たちウイグルのために何かできるかなと頑張れるようになった若い子たちがなったの。80代90代生まれてるか、その人たちは大量に入れちゃったんです。そのウイグル語で本読める方たちを30代40代20代大量に入れてます。これはさっき私言われたあの AI で捕まってると。これは今回本当にあの文書として5月23日何万人のデータの中から出てきました。それからこれ見てください。14歳15歳の子供たち、外国にいる家族が帰ってこないから子供を捕まる。もう一つこの話、私もこの間少し気になって読んだんですけども、自分の地元から例えばもうちょっと生活する方とか親となんか口喧嘩か分からないけど、他の場所に行っちゃったら、その親友できない安心できない人と取り戻して捕まったみたいなこと。私の自分の子供も今人暮らしで生活したいと京都で大学行っちゃったんですけど、それも多分住みになるかもしれない、中国になったら。こういう人間として考えられない。例えばこの内地といったら中国の内地なんですよ。例えばあの北京とか上海、そっちから戻った人たちのため内地に行ったから罪があった、捕まなければならない。もう一つ今回出てる写真とかいろいろ見たら、これ見てください。この着いてる服は大体同じなんですよ。一人に聞いてかぶさせて、もう一人にかぶさせると。それからこういう少し見たら、この横ね、そのままあの強制使用してるあのそのクラスとかなんか言いますけど、なんかあの室内で撮ってると。撮った時にもカメラマンが少し不快で口を取っちゃったと、現実を撮ってしまったと、いろいろ情報出てきました。これいくらしても考えてみれば、何と言いますかな、日本とこの民主の記念で言ってる人たちがこういうものを見た瞬間耐えられない。それから今回ここでもう一つ、私自分で証言しながら話したいと思います。この子はミフライ・アルキュンさんです。彼女は2010あの東京大学大学院卒業してます。東京大学大学院
で、彼女が自分のお父さんは2018年強制収容所に入れた話知ってました。それを私と一緒に何人ぐらい一緒に外務省まで文書を出したの、写真を持って出して入れる場所で証言までやったの。彼女やってなかなかお父さんが釈放できない。だから彼女何ができるかなと思って、私たちの言わないで2019年の8月誰にも言わないで彼女ウイグルに戻っちゃったんです。戻ったその瞬間、何日後か強制収容所に入れたと話が来たけど、私たちはその確認できる情報がないから噂かなと思ったの。思ってその1年後2020年の12月10日あたり、彼女のおじさんがトルコに行って、私の友達なんですけど、私に電話かけてきて、ミフライさん亡くなりましたと。何言ってるの、もう最近まで私たちと一緒に行ったと言ったら、いや本当です、今確認中、誰にも言わないでほしいと。その後3日後に彼がもう一回電話かけてきて、ミフライさんが強制収容所で命亡くなってますと。問題は彼女自分のお父さんのために少し助けることあるかと思いながら、彼女は一回ウイグルに戻ったらそのまま強制収容所に入れて、強制収容所で命なくなったんです。これが私たち言われている300万人のウイグル人のわずか一つの例ですけども、今回の出ているデータで彼女の名前まで出てます。そこでこういう感じで書いてます。彼女は帰化者で兄弟犯罪の問い合わせがありますと、来たらそのままスカッと言ってる、この科目に入ってると、この彼女の名前までその文章の中に入ったわけです。これはあのトラノモニュースでも一回取り上がったんですね、このニュースは。それからもう一人出てる話があるんですけども、今回の文章でこの方、新教大学の大学長タシポラット A、タシポラット T さんですね。彼が大学の学長まで行った。何年も学長になっていた。新教大学の学長は東大とか、まあ、京都大とか、そういうでっかいの大学と同じレベルの一番有名な大学なんですけども、捕まってその後は私たちが調べた間に2018年9月に死刑が判断したと出たの。あの時は罪はテロリスト言われた。言われてちょうど国連でこういう問題は急にあの学長までなってる人は絶対あの学校のいろいろ選択とかなるから絶対中国のあの党の中から選んだ人なので急にテロリスト言ったらいけないよと、ちゃんと説明すると話したら、彼たちがそのすぐテロリスト罪を繰り返して他の声明出したんですね。こうやって今回出てるためで、あの彼たちが言ってるはそのタシプラツさんは賄賂を受け取ったから捕まったと、こういう嘘の罪出したんです。もう一回出したら、今回私たち今回のこの出てる5月の23日出てる文章の中でこの方はこういう罪で両面人、両面人ということは片方で中国共産党はいいと言わながら片方でウイグル人を助けてるよと、だからそういう罪で捕まってるよと、そういう罪で死刑を出してるよと書いてます、今回出てるデータの中で。それであの私たちのウイグル人のこの2018年から入れる場所で証言している証言者たちの研究者たちのレポートとかいろいろ出て、今私たちのウイグル人のミードを行っていることはジェネサイドと認定しました、入れる場所。もう一つ、例えばさっきのデータなんですけども、ここをもうちょっと皆さん、毎日新聞ね、すみません、さっき間違えた朝日新聞、毎日新聞で出しているデータなんですけども、この
この私たちが言われている場所、写真まで刑務所の中の写真に出たんですよ。ほぼ刑務所と同じです。手錠かけてる、足錠かけてる、これこういう網つけてる場所の上で注射してるとか打たさせてる。この写真見てください。このおばちゃんたち、かわいそうの、この私たちの助けを求めてる、この涙だったんだ。今回あの写真の中で1枚か2枚もちょっと笑ってる様子の写真があったんですね。それで私あの証言してる女性たちに一回確認したんです。なんでみんなあの苦しい様子になってるけど何人ぐらいがなんか笑ってるよと、どういう感じだ聞いたら、あの女性が言ってるから、こういう写真撮るために彼たちを何十回何十回繰り返して撮る。例えばこの写真はこの方の30回の中の一番いい写真かもしれない。何回も継承させて撮ってもらってなっても、笑いたいとっても笑わない、落ちちゃう。だからこういう写真出てきましたと。その人たちも何回も何回も中で苦しさせて何十回撮って、それの中から1枚だけあなた笑わないといけないと暴行させながら撮ってると。だからああいう人は私たちは生き残させる、何にしてもいいと皆さん了解してほしいと、こういう返事が来ました。それで強制収容所に入れている人たち、さっき言った私たち知らない子どもたち、ああいう人を見るけども、大体ウイグルを支えている大学の学長たち、例えば新疆大学の学長、医科大学の学長、教育長の長、それから私たちの新疆大学だけで70人教授が捕まってます。新疆大学の教授だけで70人、また他の大学もたくさんいます。もう一つ、お金持ってる起業者たち、例えばここの中に、あ、この方、私たちのあのエリート町で一番お金持ってる、自分で 何千人を管理してる会社の社長なんです。いる場所で自分のホテルとか何のあっても、彼たち捕まって何やるの。彼たちお金だったらお金持ってる、力だったらいくらでも持ってる。目的は私たちのウイグルを支えている人たちをそのまま僕はしか考えられない。彼たちみんなウイグルのために何かできることあるか、この民族をもうちょっと守るためにできることはあるかと、あのボランティアやってるとか、そういう人たちなんです。いくらでも中国にいいこと、中国共産党わーいいとか何か言ってる人は今まだ捕まってないけど、多分これからも彼たちも捕まるかもしれない。まず彼たち理由価値ある人をそのまま置きっぱなして、まずは自分で少しでも危ないと思ってる人全部そのまま捕まってる。その中から私ここに話したい、この日本と縁がある人たちなんですけど、これまだ一部、ほぼ一部、多分先生も知ってる、私も昨日先生と少し話して、私たち知ってる人だけで2、3人が入ってる、ここに名前出てないですけども、これはこれ、これの中にこの多分北海道と関係があるこの2人、北海道大学の学長を取ってるアブトルカナさん、この方、この方の写真がなかったから北海道学院大学とか、日本から帰ってる、外国から帰ってる学者たちは全部ほぼ捕まってるという場合です。それで強制収容所の中で、さっきも証言したんですけど、あのミフライ・アルキンさん、命なくなったと、このたくさんのウイグル人たちが強制収容所で命なくなってます。それの中でここにも書いてあるんですけども、このフリーアジアと、あの私たち の, あのアメリカにラジオ局があるんですね。そこで確認しているものが2017
19年の時1年でもう外国から確認できてるものだけで112人1年でもう確認できなかったのたくさんの人います。例えば私の自分の地元の今ここにいるウイグル人の今日本の帰化している友達なんですけども、自分の弟が2017年8月捕まったの、まだ30何歳だったの。捕まった時にあの時さっき私言われた助けたと記者の場所に行ったら誰も帰ってくれない、助ける人がいなくて、彼もあの友達も帰らなかったんです。帰らなかったら2018月の5月その弟の死体を家族に貸してくれた。まだ33歳の子だったの。私たちの友人だったのの弟、私帰った時に何回も会った自分の弟の友達だったの。強制収容所で亡くなってる。たくさんの人が処分。もう一つ今出てる情報の中でこれが一番私たち困ってることです。火葬。私たちイスラム教の人たちはだいたい埋葬と言いますけど、あの土の中に入れる言ってるけども、今強制収容所、さっき言われたあの1000箇所の強制収容所がある場所にだいたい隣に火葬場が作ってると、そこで亡くなってる人はあなたの人あのなんか亡くなったよと言って何も出さないでそのまま火葬させちゃうと、顔だけ見せてそのまま死体も返さないで火葬させてると、こういう情報がたくさん出ています。そういう軍のある場所の移動させてると、またそれの動画としても出てあります。この人たちみんな坊主になっております。これは BBC ニュースで公開しているデータなんです。この後ろの文字見たらカシカルト文字が書いてあります。中国漢字でカシカルト書いてあります。それとこの手前のは青い色なんですけど、どんどんあっちに行ったらオレンジ色になって色がいろいろ変わってくるんですね。多分その強制収容所では A から E まで5つのクラスに分類していると話があります。これ色が変わってきます。こうやってそのままこれたちを引っ張って列車に入れている様子を出てきました。一時あのウイグルでは2日ぐらい鉄道全部止めさせて誰も乗せさせない事件が来た。誰も鉄道電車に乗らさないダメとか、その時に一時全部移送されてる話も出ました。その時の動画なんです。列車に入れてる。この多分この動画は泥で撮ってる写真かなと思ってます。それと先は私言ってるは全部強制収容所の中の話です。強制収容所の中でたくさんの今言われてます。国連でも200万まで言われる始めました。アメリカ政府始めてる国が300万まで言ってます。私たちもだいたい最初の時は100万と言われてますけども、どんどん今情報を見たら、さっきのあの強制収容所の数、また一つ数にどのぐらい入ってみればと計算した場合に何百万単位は普通で考えています。これは強制収容所の中の話。それから強制収容所の外、私たちのまだ生き残っているたくさんの人がいます。私たちには1200万人ぐらいの人口がいると言われている時、外にもたくさんの女性たちがいます。その女性たちは
強制的に不妊手術を行っているニュースが出てきました。それはここにいる記者も知っていますけど、一人、もう一人あの中日新聞かな、あっちの、あ、ここのあるかなんかの、その日本の新聞社が書いているデータの中で書いてますけども、中国自分で発表しているデータで、ここ自分の発表しているデータの中で、ウイグル人の8割のウイグル人の女性、不妊手術を行いましたと。これは中国が発表しているデータを日本の記者が書いているものです。今ウイグルの子ども出産率がマイナスになってきているよと、20年前 86% 減ってますと。ここにたくさんの女性います。もう一つ話していきたいこと、私たちイスラム教です。子供を生まれないとすごくもっとひどくなります。自分が子供を生まらないとどういう差別が起こる、女性たち知ってると思います。結婚できなくなります。相手から誰も不倫しますとか、親が例えば男性の親は何も相手にしないとか、こういう話どこにもあります。問題は今8割以上のウイグル人の女性、こういう悲劇のことを行っております。これは目で見えるぐらいの虐殺しか言えない。ウイグル人の後をなくさせてる虐殺しか言えないことです。これ中国は何でもやる、人間として考えられないこと、これから出ますけど、皆さん自分でどういう悪いことができるなと考えてみてれば、彼たちなんでここまでひどいものをやるなと思っちゃいます。それの次、今結構話題にもなってる、今アメリカ政府でウイグルから生産してるものをアメリカ政府の強制使用場で使ってないと証拠が出さない場合はアメリカの輸入禁止させる法案を出しました。問題はさっき言った強制使用場に300万以上の人いるから、彼たちは無料 の労働させるとか、ただで労働させるとか、そういう強制労働が始めた。この間アウストラリアで発表したあのシンプルタンクの中のデータで日本の14社が入ってあります。その14社に私たち日本ウイグル協会は質問状を送ったんです。ウイグルの強制使用場で使ったかどうか。その中から7社か8社から返信が来て、2社は不明と、あとパナソニックみたいに何社は全然返信が来ないです。毎日例えば皆さん、私たち自分で着てるこの服、例えばパジャマだったら、中国のこの真空ウイグルで作ったと言った場合に、その分かっちゃって強制使用場の中で彼たちの血が入ってると思った時に、自分その入って寝れますか？寝らない。例えば今たくさんのパネル、あの太陽パネルとかいろいろ話も出てます。できるだけ私ここで、あの皆さんの買い物とかいろいろ関わったことないですけども、問題はここの入ってる人たちの気持ちも考えた上で、できるだけ中国の後半者にならないようにお願いしたいです。それからこれがトラルモニュースで公開したデータなんですね。これは2018年ぐらいかな、あの時日本人の記者が、日本人の一人がウイグルに遊びに行ったんです。カシカルト町、その町帰る道に見たら、あれなんかおかしいなと思って、こういう幕があったんです。こういう幕、その幕を写真撮ってきたんです。見たら、これ見てください、人体器官、その内臓とか販売するスローがありました、空港に。そのままこういうものを運ぶスローがありました。これは撮ってきて、それでトラムニュースとかで公開したんです。公開したらすぐ中国ではこのニュース見て、すぐ次の日か何日後にこの幕全部取り外したと。今さっきも私言われた、あの33歳の子、私まあ確認できないけども、その私たち
死体を家に返したときに、例えば死体、人が亡くなったときに体全部洗うんですね、一回。きれいな水とかで洗って、白いあの膜で巻くんですね。そのときに彼の、あの私と言われたあの33歳の子、家族に返さなかったんです。返さなくて他の場所で死体を洗ってもらったんです。その洗ってる人が言ってるのは、ここに振ったあの塗った印がありましたと、結構長いと。まだ33歳です。そんなに軽く死ぬことはないと思います。だから多分彼たちの声を内臓とか、私たち証拠でまあここで私の少し自分の意見が入ってちゃったんですけども、そういう内臓を販売してると、またあのイスラム国の方たちが私たちがハラルと言って、あの食べるもの全部ハラル、あの日本人と豚肉食べてはいけない、お酒のそういう習慣がありますから、そういうハラルのもの、ハラルの食器とか内臓あれば買いますと。それで中国は今大量のハラルの食器ありますから、中国から買ってと、そういうイスラム国に宣伝してるらしいなんです。イスラム国と言ったら中国で、イスラムと言ったらウイグルが一番大きい。その以外の場所で強制収容所は何もないです。だからウイグルの内臓しか考えられない。これは中国のやってるもう一つもの。それから私たちの親を強制的に収容して、あとたくさんの子供たちが残ってるんです。この子供たち、まあ、今の持ってるデータで20万から30万ぐらいの子供たち、強制的にあの子供の収容する場所があるらしいなんです。たくさんの動画もあります。あの動画で出てる、こうやってその強制的に洗脳して、さっき私一番前に紹介してる私たちの文化の時に、こだわってる私たちのウイグルの服とか入ってるあの子供たち、今こういう中国のクンズとかスンズ時代のものを勉強させて、これ全部ウイグル人なんですよ。この顔を見たら、これ全部このウイグル人の子供たちなんです。洗脳して、またこの最近あの NHK でやってる動画で、一人子供が自分の親の名前を分からない、あなたの親は誰と言ったら、あの子供は答えできない、中国語で知らないとか言えないとか、そこまで言っちゃってます。もう一つ、中国は今私たちの子供にこの共産党を中継してる子よ、そういう性能さ知っております。何万人の子供たちが私たちの親から払わさせて、今彼たちどういう勉強してるも分からない、どういう生きてるも分からない、もう小さい頃から中国に人生作っちゃってると思います。これが私たちの、この以上のまた考えられることを皆さん考えてみてください。待ってるもう一つもの、これあります。強制結婚。私たちのウイグル人はイスラム教、私たちの宗教的にもいろいろ話で、できるだけ宗教同じイスラム教の方とかウイグル人と結婚すると、今までなかなか中国人と結婚する方少ないですけども、最近の出てるたくさんの中国の方と結婚させてる動画が出ました。彼女たちが泣くながら、後の話聞いたら彼女のなんかお兄さんとか誰が強制収容所に入ってるから、彼と中国人と結婚すれば釈放してあげるとか、いろいろ条件つけて結婚させてると状況が出ました。自分の愛してる人を選べることができない、まあそれもいいとしたら、強制的に自分も一番嫌い、私たちウイグル人は一番嫌われてる人、今言いますけど皆さんの前、私が一番嫌われてる人はこの彼たちな、その人たちと結婚させてるってこと。自分の自由は選べられない、ここまで手伸ばしてます。
これよりひどいのこともあります。これ皆さん、ホームステイ、一家族の旦那さん全部捕まって、男とか捕まって、残ってる女性たちの場所に男を詰め込むんです。一緒に泊まさる、この男がこの人を助けてその仕事をやってくれると。これ考えられる。例えば私は日本に来たもう17年、日本人の部屋に入るためにちゃんと許可取った上で入らないと入らない。女性一人いれば絶対入らない。そういう立場の人なんです。けども彼たちが今、旦那さん全部捕まって子供いない場所に中国の男を住み込みます。この間この方がアビマテレビで証言してるんです。そうやって一つの部屋に入れる人を住み込みさせる。この方がその住んでる男性なんです。この方に言ってることは、私明日夜行くから自分の娘をお風呂に入れてきれいにしてくれないかと、そういう電話が入ったと。自分で親として自分の娘を守らない立場になっちゃったと泣きながら証言したんです。この日本のアビマテレビでやってる証言なんです。考えられますか皆さん、こういうこと。これは今たくさん、まだまだ中国の親戚制度といってまだまだ続いております。それからイスラム教の宗教文化、私この間一回成田、あの千葉県の成田の一つお寺で証言会やったんです。たくさんの人来てくれて、そのお寺は800年の前に立ち上がったと。今結構皆さんの応援で国も守ってくれて、また拡大していると立派になってます。800年、まあそろそろ1000年ぐらい、私たちで1000年ぐらいじゃなくて、結構前から残ってる建物とかモスクとか、今3000棟以上のモスク、イスラム教のモスク全部ぶっ壊してます。それからこの本、ウイグルの本、クランの本とか全部燃やしてるとか、世界的にイスラム教は例えばアメリカとかなんかで一つ本が燃やしたらみんな反発するけど、中国で何万何万この本を燃やして、こういう建物を壊したら誰も世界声出さないです。これが私たちの文化も文化ジェノサイドと言ってることです。これもう一つ、今回の出てるデータの中でこういうものが出てます。写真、今回5月の23日発表してるものの中で、これは皆さんがナマズやってる、イスラムやってる場所に監視カメラ全部入れて出てるマシナ、どこにも蹴ったらみんなに監視できるように監視カメラつけて、この写真とあとこれのもう一枚写真、ここに入ってないけれども誰もいないの、モスクの中、こうやってやって捕まる人全部捕まっちゃったと、中の人がいなかったと、そういう写真がありました。もう一つ、これは今回出てるものなんです。その方たちは、彼たちがこういうものを持っていったから罪になってると、証拠文なんです。これは普通で日本でもたくさん売ってる場所があります。こういうもの、こういうものを持ってるだけで罪と感じて捕まってると。それから中国の手、ウイグルだけじゃない、外国にいる私たちまで伸ばしております。ここで私、自分のことで少し証言したいなと思ってます。これが私のお兄さん、これは2020年の5月10日の話。私何年ぐらい家族と連絡取らなくなったの、2018年から。2020年に来たら急に私が家族と写真、連絡取れるようになって、ちょうど5月10日、母の日だったな。今までまだ覚えてます。私、お兄さんから電話入ったら、多分母と挨拶できるなと思ったの。思ったらそうじゃなくて、彼が
お兄さんこういう黒いマスクかぶって一つ誰も知らない場所に囲んであります。見たらこういう場所が結構傷が出ております。なんか膨らんでます。こういう場所膨らんでどうしたのと聞いたの。僕をやれさせちゃったかと。いやいや何もないないないと言って、私に言ってることはできればあなたのデモとかいろいろ参加してるらしいなんですけど、それやめなさいと。いろいろ動画1時間ぐらい動画撮ってあります。急に10分ぐらいになった時に、この方中国の方は急に私のお兄さんをこうやって押さえながら、こうやって自分が川の画面に出てくるんです。言って「ハリメイティ」と言われて、私ね、あなた私たちと協力してくれれば私あなたのお兄さんを守ってあげますと。あなたどういう協力すると言ったら、周りにいる情報とか一緒に活動やってる人たち、あなたの助けてあげてる政治家たち、全部私たちに教えてくれれば私たちはあなたのお兄さんを守る。あの瞬間皆さん、それの 2,3 年前にあの IS テロリスト組織が日本人の記者を人質して日本に何億を要求してると、ほぼ同じ、それしか考えられない。彼たちは私のお兄さんを人質して、私のあなたスパイやってくれないとあなたの家族を守ってあげないと。あの時私パックしちゃった。片方見たら自分のお兄さん家族、片方見たら自分と一緒に頑張ってる私たちの仲間、もう片方見たら私たちの応援してきてる政治家たち、どうするの。まあ言って3日まで、この話まだ家族の誰にも言えない。言ったらもっと奥さんとかみんなもっと心配して口も出さなくなる。こういうことで私精神的にもう何でもなっちゃった。何にもやる気ない。ああいう3日ぐらい誰にも言わない。最後私はこの話自分の仲間の方に言って、やっぱりこの中国と戦わないといけないと自分で決めて、もう一つ決めてることは、例えば私はあの時彼たちに協力すると言ったら、今暴行起こっても良くなってるけども、例えば本当に協力して後で協力しない場合はお兄さんの命を守れなくなるかなと心配、もっと悲劇になっちゃうかな。まあ早い方が遅いよりいいかなと思って叩くを始めたの。初めて私 NHK の記者にもこういう報告しました。データそのまま渡して見せてもらって、6月7日2回目もう1回電話がありました。 NHK の記者2人が私の周りに座って、それを全部動画撮って、その時この方もう1回この国家安全国と国の安全国とこの身分証明書を見せるんですよ、堂々に。誰にも見せないでと言わながら、見せてまた私にスパイやってくれと。あなたまだ日本国籍取ってないから、あなた私たちに協力すれば帰還までしてあげるよと、いろいろ話していってます。これが彼たち堂々に21世紀、今私たちカメラいくらでも持ってる、何でも情報投資すると考えないで、依頼そうで私たちに堂々にこういう要望してる。多分日本にも1000人か2000人ぐらいウイグル人いるんですけども、たくさんの人はこうやって多分人質されてるかもしれない。その中勇気出してる人はわずか何人しかいない。こういう手、悪魔の手を私たちの身回りまで伸ばしております。ここにもう一つ、さっきのこの女性、三原ヤルトンさん、私の子供にウイグル語を教えたんですよ、ボランティアで。うちに何回も一緒にご飯食べて、いろいろ料理一緒に食べた子、この子の亡くなったニュースを彼は自分の子供を見た瞬間、あの時うちの子供まだ10歳だったの、言ってる言葉、
パパなんで中国こんなの悪いの、こんなの優しい先生なんで殺したのと、子供が30分ぐらい泣いたの一緒に。自分の얼굴を教えてる先生が、それと私たちの今少しまとめたいと思いますけれども、中国のやってる大きな罪は強制収容所、それから女性の不妊手術、あれ強制労働、親子を改正の引き離させて性能とか、これをこの間ロンドンで国際法廷でウイグル法廷と法廷でいろいろ法廷裁判を行ったんです。そこにもたくさんのウイグル人たちが5000人ぐらいのデータを集めてここに出したんです。そこの中に私も自分のお兄さんを人質されていることも証言したんですね。ここで合わせてたくさんの場所でウイグルのことはジェネサイドと判断しました、この裁判で。それからジェネサイドといったら多分たくさんの人知らないと思いますけど、こういう感じなんです。人を殺すの大量の虐待とか集団的に、この一つの当たればジェネサイドなんですけども、さっきの見せてるデータとか見たら、これのほぼ全部のウイグルは当たっております。ジェネサイドは虐殺と同じことです。今例えばウクライナでロシア虐殺やってるとか、ユダヤ人にドイツやったと、みんな目で見えるものなんです。中国は私たちにみんなに見せないで、こういう虐殺は堂々にやっております。21世紀の今です。私もこの先のあの動画証言してから2年経ってる。自分の親と私8人兄弟、あと7人は国にいるんですけれども、一人とも電話一本できない。ウイグルまで行ってる記者がウルムチから電話しても誰も出ない。こういう悲劇のことを私の身でまだ行っております。私だけじゃない、ここにいるウイグル人たちも自分の家族と連絡取らない、取れた場合も挨拶だけ、それ以外何にもできない。それに合わせて今これはアメリカ政府とかヨーロッパ議会とかで全部ジェネサイドと認定している議会とか国があります。みんなさん、例えば法廷でも公開して、あれで認定して、人権団体がアメリカ議会、これは全部いろいろ法律出しております。この最近まで出している法律もたくさんありますけども、日本でいつかこういう問題をもっと出してくれるかと、皆さん考えてみてください。このユダヤ人がやってる時の人がまだ70万、ウイグルで今強制されてる人が300万超えてると、世界的に求めてる数字なんですから。けどもまだまだ中国に対してしっかり何も出ない。国連でももう最近まで何も出ない。国連でももう最近1週間前か、少し強制労働についてなんか発表報告書を出しました。その以上何にも出してないです。まだできれば私たちいろいろ国とか国連とかもっと頑張ってもらいたいな。これは人権問題、これはきっと殺したいの虐殺問題です。これは目つぶとはいけない問題です。私たちができること言う前に、私たち皆さんにこの一つものを見せたいなと思ってます。これは2019年の時に中国外務省で記者会見をやった時に、いろいろ記者に配ってる中に入ってるものの中に入ってる文章なんですね。お土産とかいろいろ入ってる文章、その中にこういう文字が書いております。この We were ずっと、この中国語721万と書いてます。中国自分で発表しているものが2015年の時に1240万だったの。
わずか4年でこの500万人人口どこに行っちゃった。これは中国の発表しているデータなんです。外務省が出しているデータで。こういうことを私たちはもっと言い始めたら、最近この1年前に中国もう一回ウイグルの人口を発表して1,120何万と出しています。それでもこの5年で120万の人がいなくなっています。これ私たち考えるべきものです。彼たちのやりたいことを私たちの500万人の人を一気に消したいです。その人たちを守らなければならない。私たちが言われてる300万人のウイグル人の強制されてること、もう5年ぐらい私たちいろいろ場所で行ってやってきてますけれども、まだまだ強制されてることは、これは現実です。皆さんに頼みたいことは、私の助けなくていいけども、ここ私たちと当時代で生きてる強制されてる300万人の命を救えなければならない。それのために皆さんで何かしないといけない。いつか私たちの子供たちが、孫たちが、おじいさん、お父さん、あなたあの時代で生き残って、あなた何したのと、こういうことしててますかと、今のあのユダヤ人の話聞いてると同じ話、私たちに聞かれた時にどういう答えできるのと、皆さん自分の心もちょっと触ってみたいと。私たちが自分で少しまとめてる皆さんができることがあります。まずできればいろいろ場所で、皆さん自分の携帯に、悪いけど私の話信じない方でもいい、携帯にウイグルと入れてみてほしいです。この4文字ウイグルと、まずウイグルで何を行ってるか、それ皆さん自分の目で確認してもらいたい。その情報を皆さんで拡散してもらいたい。拡散したら私たちの周りにも、例えば川田先生みたいにたくさんの政治家たちいます。自分で選んでる先生たちいます。その先生たちに一文書書いて、こういう人権問題がありますけど、私はあなたに応援してるから、あなた何か口出さないのと一言書いてほしい。圧力かけてほしいです。政治家たちが動かないと国が動かない。できれば政治家たちが動いて、まず日本で私たちのウイグル その強制収容所をやめさせるためにできること、できる法案、何でも出してほしいです。それから皆さんの力で、さっきも言われても国連が動いて中国に何かしないといけない。まず私たち皆さん、今からでもいい、遅くないので、力を合わせて国連に中国の上から裁判させる、やってるこの罪のために裁判させるべきと思います。もう一つ最後に言いたいこと、私たちウイグル人の身で行っていることを教科書とって皆さん見てもらいたい。それの上で日本を守ること、日本が強くなれば私たちのウイグルも助けてくれると思います。これだけ私たちの日本ウイグル協会の皆さんの期待することです。よろしくお願いします。ありがとうございます。